はい今回は世耕弘重のいずれは国の舵取りをという炎上発言と安倍派政和会の正体について考えてお伝えしていきます今回もよろしくお願いいたしますまあ、このですね自民党のまあ政治の裏金の件でえ特に安倍派政和会が調べられているんですがその中において この世耕っていうですね、この安倍派のま一、あ、人の言ったことがまあおかしいということで、とても炎上してるんですねで。僕もおかしいとしか思いません。で安倍派清和会、安倍晋三っていうのは、おそらくこういった何かしらの考えをですね自分の派閥に、まあ、言っていた可能性があるんで、まあ揃っておかしいことを言ってるっていうまあ話なわけですよ。で、ニュースになってるんですが、まあ、ニュースのもそうですけど、その前にこの世耕っていうものは何者かとね。うん、でこのものも 結構いろいろおかしいところがあるんですよで。そのおかしいところについてまずお伝えしていこうと思います。ある雑誌のインタビューについてですね、この安倍派の人間が答えたっていう、このことが、まあ、少し前みたいなんですが、かなり炎上しているわけですね。まず何かっていうと、この世耕広重、国のかじ取りに携わってみたい。で、萩生田、安倍派をまとめながら前に進んでいきます。西村、総理になる準備はいつもしている。 まあ3人揃ってね、清和会のおかしいの人間がねう、裏金を着々としていて日本、日本の売国ですね、日本を外国に切り売りして、そういうことをして、何があこんなことを言ってるのか、わけわかりませんし、こんな者たちがですね、日本のかじを本当切るようになった終わりなんですよ。で、この世耕、えー、に関しては、えー、この国の舵取りをできる自信,自,信自負があるということを言って、えー、この世耕って、近畿大学の理事長をしてるんですが、 近畿大学の職員の方からですね、説明責任も果たせないで、国の舵取りとか言ってることがおかしいと言われたんですよね、世耕には大学の舵取りもできないって、だこの近畿大学の職員にこのようなことを言われてるっていう時点で、世耕って全く信用されてないんですよ、まあ、国民も信用してないですが、この、なんていうのかな、近畿大学の職員もこの世耕のことを全く信用していないってことでね。 あのもう少し言うと、このようなことを言ったっていうことみたいなんですよね。いずれは国の舵取りをやってみたいと思っている、それだけの経験を積んできた自負もある、うん、何がって話ですけどね、選挙のたびに裏金をもらって、その裏金をまいて、それで当選してたんじゃないの、でそんなことはないじゃないかって言うけど、じゃあ、なんでこの自分が理事長をやってる、この近畿大学の職員にこんなこと言われるのっていう話じゃないですか。 なこの選挙のために不正を働いてる、だから本当は、ですねこの世耕もそうですし、今回の自民党安倍派政和会の議員、清、まあ、和会だけではないんですが、そこの議員というのはあの立件、逮捕とかそういったことになるはずなんですよあの。なんていうのかな、役職だけやめて、まだ議員としてい続けるっていうようなことですけど、おかしいのもいいところですからね。でこれ、なんで世耕が清和会の中で、順々と着々と、ね、力っていうか、思っていったのかっていうと、 安倍晋三の腰銀着なんですよ。この世耕っていうのは。で、この世耕のですね、まあしてることに関して、一つ一つっていうかもういくつもですが、許せないことがあるんですね。世耕ってこれ原発利権に関係してるんですよ。この世耕が安倍をさえ安倍をですね、まあまあなんていうのかな、まあサイっていうか、まあ後方からまあ支えていたと。で、世耕が大臣になって、まああの税金をまあ原発に 流してるわけですよだから本来であれば原発なんていうのは危ないからねすぐやめるべきなんですがまあ、原発利権っていうものでしょうねその原子力の、まあ、巨大な利権にこの世耕が関係してるっていうことでで実際こういったことも分かってるんですよ世耕はですね世耕、まあ、経済経済大臣かこれはですね原発設備会社幹部から750万円分散献金っていうことでね だからあまあ何て言うんだろうその金とその自分の何かしらを交換してそれで例えば日本がですねそういった危険な原発とかそういうものに、えー、してるっていうねう話になんないじゃないですかだから本当にあの悪の塊なんですよ別に世耕もそうですしこの安倍派の議員っていうのは基本的にこういう売国あるいはですね日本国民のためならない機密政策とかっていうのをしてるで、えー、実はですねこれがちょっとまあ何て言うのかなあ かなり言われているっていうことなんですがあの、まあ、皆さんお伝えした、まあ、はっきりとは分からないんですが脱皮っていうのを前お伝えしたことがあるんですねまあ自民党っていうのはこのネットの中でですね自分たちに不都合なことに関していろいろこう操作するそのまあ何、まあ、ていうのかなそのネットチームみたいなそういうのをまあ作ってる疑惑があるんですねまあその一つが脱皮なんですが脱皮とはちょっと違うんですが実はですね世耕が その,そのネット工作を担当していたっていうそのまあ噂があるんですね。えほ本当にこの噂っていうのはある,あるしえ僕はそうだと思ってるんですよ。あのー ネット工作を担当する前は世耕っていうのは安倍にぴったりくっついていて安倍の腰巾着をしていたで今度はですねちょっと役目が多分変わったんでしょうね世耕がですねそのネット工作を支持する側にもあって世の中の,この印象操作をするようになってきた自民党に反対するようなことだ僕とかもそうですがこの安倍晋三に関して、ね、明らかにこれはおかしいじゃなておかしいんですよだけどそういった意見が出てこないように例えばそういうのを言うとこのわざと反対の意見とかそういうのをしてまあ、していたとしかし世耕がこの この経済産業大臣になってしまったんでその後とはまあどうなったのかわからないで世耕は経済産業大臣になって、えー、近畿大学に公金税金を流すだから大学もそうですし原発もそうですがすべて利権なんですよねでその利権に自分っていうかこの世耕が、えーまあ、張り付いているっていうねほん、えー、に信じられない話ですがそれが本当の、えー、この日本の構造です、ね、だから自民党ではだめだっていうことなんですよねでこれこういった説が言われてるんですが 安倍の時にですね、菅が表の官房長官ということを言われているんですが、世耕は裏の広報を担当していたっていう、だからそのネット工作のことをこれ言ってると思うんですが、自民党の,まあそのネット世論誘導チームみたいのがあって、そこで世耕が旗振ってたんですよね、うん。匿名掲示板に出てくる半分以上はこの世耕の人間たちの書き込みであると。だから例えば、自民党に関して異議のも,も,ものもす。 そういったものに関しては、あっちこっちの反対意見を出てね、安倍がいいんだとかね、どこがだよって思いますけど、そういうようなことをしていたと。で、もちろん本当かどうか分かりませんが、僕は本当だと思っています。そして、ここからですねニュースについて考えていこうと思うんですが、まあ、どういったニュースなのかっていう話で、先ほど最初のお伝えした話が出てくるんですね。この自民党安倍派のですね、まあ、政治パーティー裏金の件で、世耕が、 この立憲民主党とかに、まあ、野党かな野党に12月21日に説明を求められるっていうことになったんですねで世耕は5年間で1000万円以上のキックバックを受けて裏金化した疑いを持たれているということでその世耕ですが少し前かな何日ぐらい前かな2023年の12月、まあ、20日かな、まあ、ただちょっとこの、ね、発言は昔みたいなんですがその時に言ったっていうことでね いずれは国の舵取りをやってみたいと思っている、それだけの経験を積んできた自負があるとかね、自分が次の内閣総理大臣になろうとしていたということなんで、で当然ですが、この世耕の発言というのは、今回の裏金が発覚する前の話なんですが、当然おかしいということを言ってるということで、これ、炎上してるわけですね。 えブラックジョークかって、だから世耕が次の総理大臣になるっていうのは、ブラックジョークかとかね、裏金,裏金を貯め込む経験を自負されてもと言ってるって、本当そうですね、裏金をなんか貯めるね、うん、で世耕ってはその安倍の腰吟酌が話にならないんですよ、安倍派生和解の人間っていうのは全員そうですから、うん、安倍に物を申しませんからね。うん 安倍に物申したら嫌われるじゃないですかだから安倍に物申さずにその,、まあ、その清和会っていうものでその裏金とか遠丸とかとずぶずぶとつながっていたと。でまた別にですね世耕が言ってなんか自分にそのブーメランで跳ね返ってきたっていうことなんですが世耕はですねその現金を渡すとかそういったものっていうのはまあ古臭いっていうようなことを言ったんですよ。 で、えー、まあ、そ,それを世耕が自分で書いたのかなあ、その現金手渡しっていうのは古臭いみたいなことを言ったんですよ。その自民党の議員が選挙買収で、えー、選挙買収した時かな、その時に、えー、世耕が言ったんですね。うんえー、そ,その政治と金の在り方みたいなことを言って、政治と金については、 党から議員への現金手渡し、えー、っていうのを廃止するっていうことでって、現金手渡しはあ,あまりにも全近代的なあものであるとかって、いや自分たちがやってんじゃねえかよって。いくらやってんだよ、その裏金って。うん、本当にだって、わずかな額じゃな,ないじゃないですか。本当にね5年間で置くとか。もう本当に日本国民がそれ理解できないことをやってるわけじゃないですか。 でまあ、この世耕はですね政治献金を現金や小切手で受け取ることの禁止とかっていうことを言っていたんですが、えー、まあ最近ですよね安倍派清和会の人間が派閥からキックバックを現金で受け取っていたということで,で世耕の言ってることってむちゃくちゃじゃないですかその現金は古古いとかなんとかっていうのを言っておきながら。 自民党内安倍派政和会の中でもその現金でやり取りすることがもう習慣化していたっていうことじゃないですか、うん、ブーメランですねって言われてますけど本当にそうですよ清和会は現金をわからないように受け取っていたがそれがバレたっていうことです。で このおまあまあ、あんまり皆さんはいらっしゃらないと思います今からいうこと。で僕もです、ねえーまあ、そうではない、安倍晋三大嫌いなんで、えーまあ、なんて言うのかな、なんて言っていいのかちょっとわからないんですけど、ちょっとあの、ねえー、柔らかめにお伝えしてみようと思うんですけど、あのーまあ、多分リスナー様の中にはほとんどいないと思うんですよ、今から話す話の人で。僕も違うんで。 何かっていう話なんですが、自民党支持者、っていうことなんですよね。でえー、自民党支持者あの、気づいてくださいっていうことなんですよ、言ってしまえば、うん。別に何がどうとかっていうことじゃなくて、自民党支持者の方、自民党を支持する方、このことに気づいてくださいって、この30年間、自民党政権でずっと日本の経済衰退してますよねって。 日本国民の税金を、ね、国民のために使わずに、えー、東丸とか宗主国米とかあるいは自分たちの利権とかそういうことばっかやってきたからこの失われた30年になったんじゃないんですかってで、えーまあ、これは前も言われたことがちょっとあるんですがよく自民党と民主党を比較するんですが比較の対象になりません。 民主党が、まあ、まもちろんね、おかしいところもあります、それは別にねえ、す、え、べ、ー、てが完璧ではないですが、民主党がちょっとおかしいとするじゃないですか、自民党のおかしさな比べ物にならないほど、えー、おかしいわけですよ。で、自民党っていうのは、その売国、あるいは機民政策、ね、あるいはですね、日本国民に対してのマイナスしかしないわけですよ。 国民をね踊らして、自分たちは選挙のたびに、今回もそうですが、政治資金の裏金の件でわからないようにやってばれたりとかね、あと、遠丸とか、そういったものとつながって、宗主国、米とかに言われるがままにやって、選挙で勝ってきた、ただそれだけの話なんですね。 で、えー、ここまで日本国民の生活が厳しい、えー、給料がずっと手取りが下がっている、えー、その状態において国民が困ってるのに景気がいいとかっていう,いうことを言ってるわけじゃないですかでたらめもいい加減にしろって本当にで日本国民のまあ福祉とかそういったものをどんどん削って、えー、日本国民の税金を総始国米に差し出す自民党をこれ以上政権のねえー 好き勝手をさせていたら本本当に日本国民がもう暮らしていけなくなくりますよだよくあのねえー、まあこの自民党のこれプロパガンダだと思うんですが民主党がひどかったとかっていうんですがいやいやいや民主党なんて全然ですよ政権なんで23年ぐらいしかしてないでしょでそのこの失われた30年の残りの27のの年ぐらいそれは自民党なわけでしょその自民党が今の日本を作ったんですよこの日本の,ここ日本の国の。 苦しい国民,生活国民がどん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 貧し,く貧しくなっていくのを作ったのが自民党なんですよ。そしてそ,そこに白、えー、車をかけてあるのが安倍晋三なんですよ。安倍晋三っていう売国と、アベノミックスです。新自由主義とかね、えー、いろんな言い方がありますよ。トリクルダウンのデタラメとかっていうのがありますが、日本国民の格差拡大を広げて、本当に安倍の周りの大企業、一部の富裕層だけが儲かる。そそしてて、の安倍のミックス影に隠れて アメリカに1000兆1500兆っていう金を流して日本の経済良くなるわけな,な,ないんですよそんなことをやったやつが安倍ですよそして必ずこの話が出てこ,こういうことを言う人がいるんですよそんなことはない安倍さんはね、えー、なんとかだから安倍さんは長期政権だったから安倍さーんとか言うんですけど、うん、わけ分かってねえなってなんで安倍が長期政権だったかって遠丸の組織を支配していたって分かってるんですよもういい加減気づきましょうよ このまんまいったら本当に日本国民の生活がどうにもならなくなりますよ。で、さらに言うと、まあ、どこの政党っていう話もあるんですよ。僕はね、いつもお伝えしてるように、令和新選組、山本太郎さんしかいないと思ってます。で、それはそれで一つそうです。別にその考えに変わることはない。で、ただし、こういった考え方がまず根本にあるんですよね。 政治家とか財界とか官僚がですね、この日本における舵取りをしてること自体、それ自体が間違ってるんですよ。民主主義は何かって言ったら、国民が中心となって国の舵取りをするわけですよ。政治家がうんぬんどうこう関係ないわけですよ。国民の、ね、考え、国民の民意で、それで国を動かしていくのが正しいわけですね。で、えー、そうなることによって、日本が良くなる良くなる。 そういった話なわけですよそしてそういったことを言ってるのが令和の山本太郎さんなんですね。日本国民が中心となってねより良い日本に日本国民が過ごしやすい日本にだからそうなってもらいたいと思って僕は令和山本太郎さんを応援してますしもうねこの自民党応援団のねこの全く理解できないことを言ってる人がいますが話にならないと思います。もっとあの 僕たち日本国民がどうしたら良くなるのかっていうのを国民が考えないといけませんよそうしないと本当に、ね、生活できないそういった状況になる今もう,もう既になりつつありますからっていうことについて最後ちょっとお伝えさせていただきました、まあ、この世耕の、ね、言ってることっていうのはまあひどすぎる発言で炎上してるっていうことさらに安倍晋三政和会の正体はまあそういったものであると何かご参考になっていただけるものがあれば何よりですということで今回はここで終わります最後まで聞いていただきましてありがとうございました 失礼いたします。